はい、どうも皆さんこんにちは。ポリンキームービーの和樹むぎちゃです。皆さん浮気についてどう思われますか？僕は今のところ浮気っていうことはしたことはないんですけれども、個人的にね、僕の価値観を、話させていただきます。僕は、例えばね、 A 子ちゃんと付き合ってるとしましょう。この A 子ちゃんと付き合う、交際するっていうことは A 子ちゃんとの間に、愛情があるというわけなんですね。A 子ちゃんとの愛情がなければ、何のために一緒にいるのかわからない、利害の関係が一致してるから一緒にいるっていうんだったら、それはビジネスパートナーみたいなもんなんじゃないかなっていうふうには僕は思ってます。この A 子ちゃんとの間に愛情があるのにもかかわらず、B 子ちゃんに僕が気が引かれたとしたら、この B 子ちゃんに対して愛情が芽生えそうって気づいた瞬間に、まずは A 子ちゃんと、この間に愛情があるのか、どっちの方が愛情が強いのか、再確認をします。この A 子ちゃんと例えばいろんなとこ行ったり、一緒にご飯を作ってみたり食べたり、ね、共同作業してみたりだとかして、愛らしいと思うのか、でこの子のために何かしてあげたいとか、一緒にいたい、これからもずっと一緒にいたい、何かを成し遂げたいっていう考えがあるんだったら、 A 子ちゃんとの付き合いを続けます。ここのB 子ちゃんに対しての浮ついた気持ちっていうのは遮断します。ただここには愛情がなければ、僕はこことの縁を切ります。縁を切るっていうよりかは、まあ、交際っていう関係を断ち切ります。もうちょっと一旦友達に戻らないかっていう話をしてから、初めてこっから A 子ちゃんにアプローチをスタートする。それまでに A 子ちゃんに対する B 子ちゃんに対するアプローチを進めてるのはちょっと違うなっていうふうには僕は思って、今まで浮気っていうことはしてきませんでした。ただまあ基本的な浮気っていうものは、夫婦間だったりだとかカップル間である、異性の相手がいるのにもかかわらず、他の相手ともそういう関係を持つ。でこれは今の現代の日本の社会で一夫多妻制っていうものはやっぱり認められないというか、受け入れられないという考えですので、僕は理解できないです。ただまあ僕はしないですけれども、例えば僕今彼女も何もいないんですけれども、その彼女がいないこういう身分で、例えばね、子供が見てたらあれなんですけども、セフレっていう存在、そういうのがたくさんいるっていう人に関しては、まだ浮気ではないなっていうふうには僕は思ってます。ただそれが正しいとも思わないんですけれども、僕もそんなことしないのでね、あれなんですけれども、まあ、なんせね、浮気っていうことに関しては、それぞれの価値観っていうものがあったりだとか、理解できる、理解できないっていう人はたくさんいると思いますが、僕に関しては理解できないなっていうふうには思ってます。ただ、その浮気してる人を完全否定するつもりもないです。その人にはその人なりの価値観があるんじゃないかなっていうふうには思ってます。僕もね、今まで浮気っていうことをされたことはあります。当然人間なのでね、そういう経験もあるかもしれません。ない人もいますけどね、僕に関しては浮気された時には、もうすぐにもう自分に魅力がなかったんだなって思います。だって例えば A 子ちゃんと付き合ってて、 A 子ちゃんが、A 君と付き合うとするじゃないですか。浮気するとするじゃないですか。だったとしたら、この A 君に魅力があったんだなって、じゃあ俺のことは必要ないと思うから、まあじゃあそっちと仲良くやってくれって、俺は俺の魅力を感じ取って、感受性がその俺の魅力に合う人、受け入れてくれる人っていうのを探して、その人と一緒になるよっていうね、自分の僕の魅力を分かってくれなければ、分かってくれる人と俺は一緒に行くから、お前はお前で自分の魅力を分かってくれる人、その相手の魅力を分かる人、一緒にほんまに会う人と一緒になったらいいやんっていう考えです。結構ね、特に今のね、僕ら世代から下とかもよく見ますけど、特に男の人で、彼女に浮気されたとか、彼女と別れたからとかで、ずーっと、まあ、メソメソ、メソメソと泣き言を言ってるようなのは、ちょっと男らしくないなっていうふうに思います。男だったら潔く、されものを追わずと。来るものを拒まずはちょっと違いますけども、来るものはね、ちょっと取捨選択するべき、科目ではありますけれども、項目ではありますけれども、去るものは追わない、去るものを追いかけたところで自分が虚しくなるだけっていうふうには僕は思ってますので、そんなことしたことないとは言いませんよ。昔だってそのね、若い頃10代のね、ほんまに10代前半の頃とか、そのカップルね、彼女ができた頃とかに別れたりとかしたら、未練たらたらだった時期もありますけども、やっぱり大人になって成長していくごとに、自分のことに関しても理解っていうのは深まっていきますし、だったら自分のこの魅力っていうのを分かってくれる相手と一緒にいればいい。で、分かってくれない相手と一緒にいたところで自分のことを理解してくれないから、その相手と一緒にいるのは疲れてしまう。自分は自分らしくいれるが、偽った自分で居続けなければいけないのは、人間にとってだいぶ苦しいものだと思うんで、自分が自分らしくいれるための相手を探しましょうということです。以上、ポリンキムービーでした。皆さん浮気についてどう思われますか？よかったらコメント欄でちょっと議論を繰り広げてみてください。はい、ということで以上でした。